Xanderson. スティーブはマジきつい、フェンには。本当にきつい。で、ドラグノフもマジきつい。だったら俺の持ち駒がフェンかラースだからフェンフェンになるかもしれないし、フェンフェンだった時には同じフェンの連動として優さんが上だと思うから、そしたらテッサも浮かせやすいラース。負けらんねえ。いいとこ出たな、ラースの。結構守りに全振りして確定反撃しっかり返すっていうのが狙い、ラースは。で、両パンに対しても2ハイハイですし、膝があるから、ティッサも浮くし、意外と、ペン側はやりにくいはず。バックダッシュしゃがみに対して当たる技が勝破ぐらいしかないんだよね。Lars Alexanderson. で、できる限り水面を打たない。横移動しゃがみ多いから、打てるとしたらパンピー水面。マジでパンピーの水面を打つ。Get ready for the next battle. 最後は結構しゃがむ。OK。最後は結構しゃがむ。ペチペチ行きたいね、プレッシャーかけて。Round 1. Fight!
あらした。何もしねえ。投げさせない。ジジジジ、いやいや、あらした。